運んできました。ストークでーす。撮った写真は動物団で見ることができるわ。じゃあ次もお願いしていいかしら。草原でエラースモテリウムの写真を撮ってきてね。東の方に行くと草が生えてない開けた広場があるの。エラモステリウムは広場の東にいるわ。ただ人間慣れてないからゆっくり近づかないと逃げてしまうの気をつけてね。うん、わかりました。草原に行ってみよう。それから依頼リストに依頼を追加したわ。確認してみてね。依頼リスト見てみましょう。草原の動物の写真3、4、5、6、7。これめっちゃある。草原、それじゃ出かけましょう。東に行けって言ったね。東にレーダーの外側には特徴的な場所のマークがあります。マークに向かって進むとその場所に行くことができるので、自分の場所が分からなくなったらマークを頼りに進みましょう。また今から撮影していくエラスモテリウムのように動物の中に走って近づく逃げてしまうものがあります。こういった動物のびっくりマークが近くにいると赤に変わります。こういう時は B ボタンを押しながら移動するとゆっくりと歩いてびっくりに触れて撮影することができます。なお動物逃げても一度他の動物を撮影してくると逃げた動物は元の場所に再び出現します。エラモステリウムのいる草原の広場にはレーダーのこのマークを向かって進めばいけます。早速行ってみましょう。行ってみましょう。ここだね。これは撮ったやつだからいいか。ゆっくり歩いてゆっくり歩いて。これ早すぎる。あった、あの先にあるやつね。あれだね。ちょっとゆっくりすぎる。赤になった。歩いて近づきましょう。どこや、そのエラモステリ、エラモステリウスだ。どこ、あったあった、おるやん。よし、オッケー。え？すごい、すごい。すごいんかすごくないかわからんね。とりあえずこれでいいかな、戻ろう。あとはなんかおるかな？どんな写真を撮ってきたのかしら？この動物はエラモステリーだね。99点。あ、オッケー。テクニック96点。アングラ46点。A か S じゃないな。よし、ちょっともう1枚チェックしてみよう。これは ?91 点。テクニックは100点。アングル90点。オッケーオッケー。 SS ちょっとはみ出てもいいんだね。お願いしてた写真を撮ってきてくれたね。ありがとう。そういえば草原の奥に面白い動物がいいの。エビガウルスっていうんだけど遊びに行ってみたら。行ってみよう。草原の奥。それじゃ出かけましょう。ねえ、面白い動物ってなんだろうね。うん、チューチュー、エビガザルス。イエーイ、ね、ネズミの、ネズミのお化け。ドラえもん、わわわ、もうドラえもん落ち着いて。ドラえもん、ね、ドラちゃん大丈夫？うー、ああびっくりした、ね、いっぱい秘密道具をばらまいてたけど、わ、しまった。
さっきのでほとんどの道具落としちゃったみたい。おかしいな、この辺に落としたはずなんだけど、もしかしたら動物たちがどっかに持って行っちゃったのかも。一応ケリー博士のところに戻りましょう。エピカザウルスに会えた？もしかしてエビカザウルスってあの大きなネズミですか？そうよ、実は僕ネズミが大の苦手なんです。そうだったの、ごめんなさいね。ドラえもん、落とした秘密道具探さなくていいの？そうだね、とりあえず草原に行って探してみよう。どうしたんだろう、僕たちの後ろついてくるよ。一緒に来たいみたいね。よかったら連れて行ってあげて。それから依頼リストに依頼を追加したわ。確認してみてね。はい、じゃあ草原行って。出かけるぞ。秘密道具の近くではレーダーが青く点滅します。秘密道具が近づくとクラージュが教えてくれます。秘密道具に近づくことクラージュが大きく動いて秘密道具が出現します。A ボタンで秘密道具を拾うことができます。なるほど。レイジョとクラージョを頼りに秘密道具を探してみましょう。はい。この、そろそろ帰る。いや、帰らん帰らん。この点滅は何なんだろう。クラージョ大ボタンを見てるみたい。どこだ？え、どこ？あったあった、どこでもドアだ。ふう、見つかってよかった。どこでもドア見つかった。この青は見つけてないやつだね。タイミング間違えないよね。はい、どこにいますか。あ、音った。あ、消えた。見え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 。あ、見えた。あ、ダメだった。あ、ダメだ。ダメだー、難しい。このね、ジャイロセンターってほんま難しいんだ。こっち？この辺か、次。あー、ダメだな、そこもダメだ、ここやな。まずまずか、難しいな。あ、これいいんじゃない？まずまずだね。あ、なくなった。よし、でもできる、戦ってみよう。相手はアタックするようだ。ダッシュ。相手はラッシュを狙っている。ハンター。これで決まり。何出すか考えている。アタックでいいかな。これで決まり。あ、カウント？分かった。相手はアタックしそうだ。ラッシュ。オッケー、終了。メダルを1枚獲得。あ、あれか、これは能力岩渡かし。
この道具があれば岩を溶かすことができるよ。岩が邪魔でいけないところに見つけたらそこで使ってみよう。フィールドに見つけた秘密道具を使って隠れた動物を見つけたり、大きな岩や木、邪魔なものを消すことができます。エーダーの緑のポイントに来たら秘密道具を使いましょう。下画面の秘密道具ボタンをタッチするとフィールドで使える秘密道具が下画面に出てくるので、その場所にあった秘密道具を選んでタッチしましょう。まずは強力岩落とし箇所を使って大きな岩を消してみましょう。岩とか使ってみよう。岩が引いた。あったー。空気クレヨン見つかってよかった。もう草原のは全部探したよね。多分あちこち歩いてるから足痛いよ。だけどまだ足りないんだよな。もしかしたら他の場所にも落ちてるかもしれないね。そうだね。他の場所に行った時には秘密道具も探してみましょう。どんな写真を撮ってきたのかしら。キラコネコね、はい、50点、テクニックは96点、アングル82点、 B かマジマジね、むずいんだよな、これは。あーなるほど、動物隠れてんだね、難しい。惜しかったね。これはターゲット100点、 OK、 テクニック100点、アングル100点、多いね。わー、これは素晴らしいわ。すごいや。いいね。